ゆっくりしていってね。というわけで、第二次世界大戦で活躍した軍用機を紹介していくぜ。本日紹介するのは、アントン・フレットナーが開発したフレットナー FI-282 コリドリヘリコプターだぜ。今回も視聴者様からリクエストをいただいたぜ。誠にありがとうございます。このヘリコプターは、世界で初めて実戦投入された軍事ヘリコプターなんだぜ。FI-282 を開発した、アントン・フレットナーは、ヘリコプター設計の第一人者として有名であり、戦後はアメリカに渡って大きな功績を残したぜ。FI-282 を説明する前にどういった開発経緯をたどったか解説していくぜ。フレットナーは、1930年代初頭に新しい構造の機体を考えた。それが FI-185 だぜ。見た目が現在のヘリコプターと違うが、これには理由があり、エンジンで駆動させた時に生じる回転トルクを打ち消すために、胴体横に2枚の小さいプロペラを配置した。これにより、機体自体が回ってしまうことを防いだ。また、一番大きいプロペラで揚力を発生させ、横の小さいプロペラで推進力を生み出していた。この機体は、1936年に完成したが、数回飛行したのみでフレットナーは、1937年には新機軸の機体を開発した。フレットナーが新しく開発したのが FI-265 だった。FI-265 は構造的に FI-185 と違い、回転翼を交差する形状に配置させ、回転翼が互いに反対方向へ回転する機構を開発した。これは、交差反転式ローターと呼ばれる機構で、回転翼が反対方向に回転することにより、トルクを打ち消すことができるので、FI-185 のような胴体にプロペラを配置する必要がなくなった。メリットとしてテールローターが不要になるので、エンジン出力をすべてメインローターに利用できるために出力の無駄が少ないと言われている。デメリットは、ローター同士の干渉による損失が二重反転ローターより大きく、横向きの揚力を打ち消し合うためのパワーロスが大きいと言われている。また FI-265 は、安定性を高めるために垂直尾翼と水平尾翼が装備されている。1939年5月に初飛行したが、1号機は事故により破損してしまった。しかし、2号機は海軍の飛行テストに合格し採用されそうだったが、フレットナーは満足せずさらに新しい機体の開発を行った。そうして開発されたのが FI-282 だ。FI-265 の改良型として開発された FI-282 は、沿岸哨戒や偵察用として前々からドイツ海軍が注目しており、45機を発注し1942年には運用テスト開始した。もともとは2人乗りを検討していたが、プロペラの向きによる重心位置の関係により、1人乗りに変更された。不要な装備を一切廃止にしたことにより、運動性能が極めて良くなり、悪天候下でも飛行可能であった。その運動性能を活かして、1943年にはエーゲ海や地中海で20機が船団護衛の任務に就いた。これがヘリコプターが実戦投入された最初の例だと言われている。この成功に気を良くしたドイツ海軍は、追加で1000機の生産される予定であったが、工場が爆撃され量産は実行されなかった。戦後まで残ったのは3機のみで、それ以外は露覚されることを恐れて破壊されたと言われている。他にも航続力を有する潜水艦から発進する非武装の偵察型も計画されていたが計画のみに終わった。まだヘリコプターの開発が、黎明期の頃に開発された FI-282 は、その先進的な機体設計と運動性能を有していた。戦場ではあまり活躍できなかったが、その先進性は、後のヘリコプター開発において金字塔を打ち立てたのではないだろうか。といったところで、今日は終わりにするぜ。それでは本日のご視聴ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。